ホロヌカ駅は北海道ルモイ市ホロヌカ町にある北海道旅客鉄道ルモイ本線の駅である。電報略号はホヌ。1977年のホロヌカ駅と周囲約500メートル範囲。上がルモイ方面。駅裏深川側に見える木工上は振動が通ったため駅と切り離されているが、もともと当駅に隣接した大きな貯木場の一部だった。 国土交通省国土画像情報をもとに、作成戦前,前までは、付近の五両林伐採材の主要な搬出駅であり、当期間に伐採した木材を隣接土場に貯木し、それを下記に当鉄道で搬出していた。当駅の所在する地名より、地名は、現在のルモイ川北支流の中幌ぬか川を指す、アイヌ語のボロヌカペに由来する。なお、この名称は、中掘ぬか川より、 下流にある林川の原名、ポンルカペとタイになっている。短式ホーム一面一線を有する地上駅。ホームは線路の東側に存在する、電鉄機を持たない防線駅となっている。かつては相対式ホーム二面二線を有する列車交換可能な交換駅であった。互いのホームは駅舎側ホーム中央部分と対向側ホーム北側を結んだ。 校内踏切で連絡した。駅舎側が上りの一番線、対向側ホームが下りの二番線となっていた。その他一番線の深川方から分岐し、駅舎南側のホーム切りかきき部分の貨物ホームへの貨物属性を一線有していた。交換設備運用廃止後は1993年3月までに線路は撤去されたが、ホーム前後の線路は 点鉄機の名残で湾曲している。無人駅となっている。駅舎は構内の東側に位置し、ホーム中央部分に接している。有人駅時代からの木造板張りの駅舎は改築され、予3500系車商社を改造した、貨車駅舎となっている。宗谷本線の貨車駅舎と全く同一の外観となっている。トイレはない。当地は、留萌市内陸部の中心地で、 同市の農業の中心地でもある。駅前を通る道路は付け替え前の旧国道である。青空に一番近い場所のロケ地として使用された。北海道両各鉄道る萌本線峠下,下駅、東幌ぬか駅幌ぬか駅、桜場駅,駅、藤山駅大和田駅る萌駅内決戦線は、廃駅上り 4926D は、藤山駅及び隣の大和田駅を通過する。ありがとうございます。